マツコ出演テレ朝系番組で、富士名物マスコットが映り込むハプニング？あれぐらいにしとく？タレントのマツコデラックス51が7日放送のテレビ朝日開局65周年記念番組夜の巷を徘徊する富山、広島特別編午後8時に出演。テレ朝の番組にもかかわらず、富士系、目覚ましテレビのマスコットキャラクター、目覚ましくんが一部映り込む場面があった。3年ぶりに復活した同番組でマツコは、富山県、広島県の各所を訪れ、テレビ朝日系の番組ながら、富士テレビ系列の富山テレビ放送に電撃訪問。富山県は、テレビ朝日系列のテレビ局がない中、富山テレビが、局の垣根を越えて、歴代の徘徊シリーズを購入し、放送し続けてくれていたという。その恩で訪問したことが、後に明かされる。早速、社屋に入ると、富山テレビの略称、BBT にツッコミを入れた。B はわかるのよ、ブロードキャスティングでしょ、T は富山でしょ。もう一個の B は何？と質問すると、ベストブロードキャスト富山テレビジョンの頭文字を取って、BBT だと明かされ、一瞬沈黙。やめなさいよ、そのリアクション。ダメだよ。そういうのはと撮影スタッフにツッコミを入れた。歩みを進めると、フリースペースを多用しているフロアに到着。すごいわね。みんなこうやって、スティーブ・ジョブス感出しちゃうのよ。これだけ、フリースペースがあるのに誰もいないってと、再びツッコミを入れた。その後の説明で、社員は60から70人ということが判明する。さらにフリースペースの先には、巨大サイズ、目覚ましくんが鎮座しており、なんであんな隠してんの？どうする？あれぐらいにしとく？あんまりね、フジテレビの宣伝になっちゃってもねとその場を立ち去った。